兵庫県立三木東高等学校は、兵庫県三木市別所町小林にある県立高等学校、通称東高、兵庫スーパーハイスクール指定校である。校門2005年度まで普通科、2006年度に総合学科に改編、第3学区に所属している。2月の推薦入試は、兵庫県全域から受験が可能であり、定員の半分を選抜する。 3月の一般入試では、第三学区及び神戸市西区内の中学校からでも受験することができ、残りの定員の半分を選抜する。校訓は、自治、共同、敬愛。校名の由来は、三木市の東側に位置することから、1975年の都市名のお壺を、東と呼ばれる開字と書きやすい漢字を総合的に判断し、名付けられた。校章は、 ミキッショーをバックにし、東高の文字を配し、えある将来に向かって羽ばたく青少年の姿を象徴している。スローガンは、燃えるミキアズマ。マスコットキャラクターは、スローガンの、燃えるミキアズマにふさわしい火の鳥、不死鳥、フェニックス。これらは、創立10周年にあたり、デザイン並びに、時系デザインが制定された。このマスコットキャラクターは、 創立30周年記念モニュメントとして整備されたフェニックスパティオのステージに描かれている。現在の校舎は1976年からぶつか池を埋め立てで作られた。ぶつか池は1919 19年に完成し、移転する前の上の丸校舎が手狭であったことから池を埋め立てて校舎を建設した。毎年6月にぶつか祭り文化の部、9月に 二日祭り体育の部が行われる。近年では図書館でビブリオバトルなどの活動も活発に行われており、卒業時には解禁賞とともに読書奨励賞が表彰される。特別活動として三木市とのタウンミーティングや災害復興支援ボランティアなども行っている。最寄りの神戸電鉄しじみ駅から徒歩5分の場所に立地し、利便性が非常に良い。 また海外への修学旅行も人気を博している。2020年現在、運動部14部、文化部11部、同好会3部がクラブ活動をしている。兵庫県内では珍しくなぎなた部があり、近年目覚ましい活躍をしている。またウエイトリフティング部が男女共に競合であり、スポーツ賞の受賞や全国大会出場の常連である。グラウンドは広く、 メインの第一運動場に加え、陸上競技等ができる第二運動場と、それに併設された8面のテニスコートは、県内有数の規模である。文化部では、美術部が多くの賞を受賞しており、2018年8月には、サンテレビ情報スタジアム、4時、キャッチに出演した。吹奏楽部は昼休みコンサートや定期演奏会を開催し、 兵庫県高等学校総合文化祭にも出場している。アコースティックギター部や演劇部があるのも特徴である。また、ボランティア同好会が神戸マラソンのボランティアや三木花物祭りでの募金活動を行っている。2011年度より運動部合同練習会を実施し、2019年度より文化部を含めた部活動生徒交流会に名称を変更した。 2020年度6月末の部活動加入率は全体で83.2%であり、1年次では98.0%と、ほぼすべての生徒が入部した。大学進学に主軸を置いたアドバンスクラスも設置されている。明確に、大学進学を希望する生徒を中心に2年次から編成している。もちろん他クラスからも、大学進学は可能である。 アドバンスクラスでは2.3年時で外部講師による進学講話やガイダンス、特別集中講義などのプログラムも用意。1年次でアドバンスクラス希望対象に大学見学会などの行事も実施している。目標を同じくする生徒を中心に構成されるため、生徒の意識も高く、総合学科でありながら国公立大学や難関私立大学進学に向け、 ハイレベルな授業や補修が展開されている。令和2年度に卒業した46期生は、兵庫県立大学に3名合格。兵庫県立総合衛生学院や播磨、ま、看護専門学校をはじめ、看護、医療系専門学校へも多数進学している。公務員試験に合格する実績も来た播磨地域で、最も高い。令和元年度は、広島県職員、神戸市職員、 兵庫県警、大阪府警、三木市消防、愛媛県上島消防本部などに採用され、就職でも川崎自由工業、神戸製鋼所、日本郵便、イオンリテール、アイリス大山など、有料、大手企業へ毎年採用されている。ありがとうございます。